小平義平8月13日から2001年6月18日は、日本の政治家、宗教家、元参議院議員、長野県生まれ、1936年、高等科2年を卒業、作り酒屋に、高校、1937年愛知県名古屋市で、水道局に勤める傍ら、夜学に通い、中学卒業検定試験に合格。 1941年春、上京し、中央大学に通う。同年が秋、自習学館の新聞の講師求人広告に応募し、創価教育学会の牧口常三郎に出会い、入会する。その後、学徒出陣で、徴兵検査を受け、入隊、終戦を迎える。戦後、復員すると、創価教育学会から名前を改めた創価学会で、 教学部長、機関士、大白連御編集長などを歴任。1950年代から60年代にかけて、学会が大きく会員数を伸ばしていった、尺伏大更新を、教学や理論の面で支えた。1947年に後に三代目総価、学会会長、名誉会長となる池田大作を尺伏して入会させる。1956年、 日元州との小樽問答では、池田大作、辻武都志らとともに、総科学会側の弁士を務めた。1956年7月8日、第4回参議院議員通常選挙に、総科学会系無所属として立候補し、落選する。1959年6月2日、第5回参議院議員通常選挙に立候補し、初当選。以後、 連続4回当選を果たす。1961年11月27日、公明政治連盟が結成され、参加。政策調を会長に就任する。公明政治連盟は3年後の1964年11月17日、正式な政党、公明党に生まれ変わり、小平も決闘から参加した。1967年、 公明党委員長の竹入義勝のもとで公明党、公害対策本部長に就任し、以降18年にわたり務める。2001年6月18日、東京、港区の虎ノ門病院で死去。79歳。葬儀は家族葬で行われた。ありがとうございます。